皆さん、こんにちは。ハチのともかです。じゃあ、여기서는일본에서자주쓰는회화변을몇개여러분한테알려드리겠습니다。じゃあ、첫번째는안부좀전해주세요라고하잖아요。일본어로뭐라고하면될까요？네、따라해주세요。よろしく。お伝え。ください。ねえ。따라해주세요。よろしくお伝えください。ねえ、조금길지만、한번여러분이기억하면잘쓰는표현들입니다。よろしくお伝えください。じゃあ、두번째。얼마예요？얼마예요？일본어로뭐라고하면될까요？네、おいくらですか？おいくらですか？한번더따라해주세요。おいくらですか？おいくらですか？라고하면되겠습니다。じゃあ、세번째는맛있습니다。네、이말도많이쓰겠죠。맛있어요、맛있습니다。일본어로뭐라고하면될까요？おいしいです。따라해주세요。おいしいです。おいしいです。ねえ。じゃあ、이번에는、잠깐만기다려주세요。잠깐만기다려주세요。뭐라고하면될까요？따라해주세요。ちょっと、待って、で、ください。ねえ、따라해주세요。ちょっと待ってください。다시、ちょっと待ってください。ねえ、じゃあ이번에는、화장실은어디예요？네、화장실은어디예요？꼭써야되는말이겠죠？화장실은어디예요？뭐라고하면될까요？トイレはどこですか？따라해주세요。トイレはどこですか？トイレはどこですか？네、じゃあ화장실을トイレ라고이렇게カタカナ로하는데요。이말도있습니다。따라해주세요。お手洗い。ね、이것도화장실이라는뜻입니다。따라해주세요。お手洗いはどこですか？お手洗いはどこですか？ね。じゃあ、그다음에、몸조리잘하세요。ね、아픈사람한테자주쓰는말이죠。몸조리잘하세요。일본어로뭐라고하면될까요？오다이지니。따라해주세요。오다이지니。오다이지니。네、잘했습니다。네、じゃあ퀴즈내보도록하겠습니다。여러분아까잘기억했나요？하나씩맞춰주세요。첫번째、안부좀전해주세요。뭐라고하면되죠？네、よろしくお伝えください。다시、よろしくお伝えください。얼마예요？뭐라고했죠？네、おいくらですか？おいくらですか？맛있습니다。맛있어요。뭐라고했죠？おいしいです。おいしいです。잠깐만기다려주세요。뭐라고했죠？ちょっと待ってください。
ちょっと待ってください。화장실은어디예요?화장실은어디입니까?뭐라고하죠?네.トイレはどこですか?トイレはどこですか?몸조리잘하세요.뭐라고하면되죠?오다이지니.오다이지니.네.자,여러분.일본에서자주쓰는표현많이배웠습니다.꼭일본에가서아니면일본사람만나면꼭 한번 써보세요.